ネジと言うと材質は何を思い浮かべるでしょうか普通は金属だろう。まあ当たり前のように鉄だろうという人がいると思います。鉄とかステンレスとか金属由来のもの。そういうふうに思います。ただ最近は樹脂で作れるところが多くなりました。それなぜ樹脂で作れるかと言いますと、この樹脂が進化してきました。樹脂が進化して、それ金属代替という分野で使われるようになりました。まあ今でも金属ほどの 耐久性は樹脂にはないんですけど使うその用途によってはあの大丈夫な必要にして十分な強度を樹脂で出せるようになりました例えばこれこれですねこれピークという材質ですピークという材質あまりなんか有名じゃないんですけど最近広がってますそれピーク何がいいかと言いますとこの熱に強いところですねだいたい200度ぐらいまで耐えられることができます データシート上200ですので、まあ一概に全て200度に耐えられるとは言えないですけど、非常に高温の環境に耐えられることができます。そあと強いですね。これ一番の使われる場所は、ある程度強度の欲しいところ、小型である程度強度が欲しいところは、ピークという樹脂が使われてます。そこれ、このネジなんですけど、そピークとか特殊な材料、エンジニアリングプラスチックって言われるものなんですけど、 これ今まで削って作ってました。この塊があって、塊を削って、それこういう形にしてたんですけど、やっぱり削ると弱いですね。この普通のプラスチックみたいに、この成形しって、ドロドロしたプラスチックを流して、型に流して、それ作る。そういうものがいいですけど、今までこれ難しかったです。ただ、最近このネジ専門に行っている会社、そこは可能になってます。このピークとか、あといろいろな材料。 そういういものもこここ成形ででネジを作ることができますこれピークで非常に硬いネジで使われる場所を、まあ、軽量化ですねまずは金属より軽いですので金属代替の軽量化の場所あとあの強酸とか強アルカリ性の場所そういう場所を金属使えないですのでこういう金属に代わるネジそれをプラスチックで使いますピークって非常に強いですので使えます まあ今のところ金属代替とあと対薬品性酸性アルカリ性そういうところに使われますけどまあ、考えるといろいろ用途あると思いますこっから私の考えたところなんですけどまずプラスチックですのでまあ、鉄と比べたら弱いですだから例えばあ,のあるパーツにこのネジ止めするときにそのときにこのプラスチックネジを提供すれば絶対に相手側が負けることがないです それ相手側っていうのはもう大きくて機械にセットしてありますからこちらをこちらが行かれたらあの工場とかに送り返すというそういう手間があります工場に機械を送ってしまったらその間ダウンタイムになりますけどこういうプラスチックネジで締めるような設計になってればもし誤ってこれネジに舐めてしまった場合その場合プラスチックですので、まあ、手元の工具で削れば取り出せますドリルで穴開けて取り出したりとか 相手がプラスチックだからこちらがプラスチックだから簡単です、まあ。そういう用途がありますね。確実にこちらが壊れるからこの設備,側設備側の修理が不要になります。そういういいところがあります。まあ、ネジ、今まで常識的に金属が使われてましたけど金属ほど強度はいらないところそういうところを重視にしてみたらいいんじゃないかなと思います。例えば なんか基板の取り付け部とか頻繁に取り替えるパーツの取り付けそういうところであまり強度がいらないところまたはこれで十分だというところそういうところはどんどんこの樹脂ネジに置き換えると全体で見てコストが安くなるんじゃないかなと思います。まあ、繰り返しますけど相手設備側を硬い金属にしてこちら側をプラスチックにすることによって必ずこっちが負けるから。 この,設備,のダウンタイム設備が壊れて送り返すダウンタイムそれがなくなりますこのネジをいっぱい持っておけば在庫しておけばそれで済むことですで仮にネジが折れてしまった場合その場合手元の普通の工具、D、DIY レベルの工具それで取り出せると思います相手が本物のネジ金属のネジだったらそれを取り出すのに、まあ、特殊な工具と特殊な技能技術 それが必要になりますけど、プラスチックだったら、まあ、簡単ですね。最悪はんだごてで燃やしてしまえばいいような、そんな感じもします。いろいろプラスチックでしたら、ユーザー側でいろいろ対応して除去することができると思います。今まで塩化ビニールって成形でこういうネジを作ること難しかったみたいです。なんか引けとか生じちゃって、なんか成形すると形がへ歪んでしまうとか。 そういうことがあったんですけど、この会社は、これネジ、しっかりと製品化されてます。まあ、これが一番難しい、ちょっと地味な、塩化ビニールって地味な材料ですけど、意外にこれが一番難しいと言ってました。まあ、今まで考えられなかった、このプラスチックネジのアプリケーション、いろいろ考えてみるといいんじゃないかなと思います。以上です。